どうも、鼻ふさ皮膚科鼻ふさです。今日はアトピーとかニキビ跡に起こる炎症後色素沈着について解説していきたいと思います。これに関してはね、私のところにもたくさん質問が来ていて、皆さん悩んでらっしゃるんだろうなっていうことがよくわかるので、今日はねそれについて詳しくお答えしていきたいと思います。もし今日の動画がいいと思った方はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ早速始めていきたいと思います。炎症後色素沈着とは何のことかっていうのがよく聞かれるんですけど、炎症後色素沈着って皮膚に炎症が起こった後にだいたい数週間、長くて1ヶ月後ぐらいに浮き上がってくる褐色のシミみたいなものなんですね。厳密にはシミとはちょっと違うんですけど、シミのような褐色の斑点のことを炎症後色素沈着って言います。何度も言うんですけど、その前に炎症となるきっかけとなる契機、アトピーでもニキビでも怪我でも火傷でも虫刺されでもいいんですけど、そういったものがあって、その後に起こってくるものを炎症後色素沈着っていう風に呼んでいますね。まず炎症後後半と炎症後色素沈着の違いについて解説していきたいと思います。例えばね、ニキビの跡とか火傷の跡って赤みもあるし、炎症後色素沈着の褐色の方もあるし、赤みと褐色が両方混ざってることが多いんですね。でそれを見た時にどっちなのかなって迷っちゃう人もいて、炎症後後半のことを炎症後色素沈着と思ってる人もいるし、炎症後色素沈着のことを炎症後後半と思ってる人もいるし、なんかそこはごっちゃになっちゃってるんですよね。でそれぞれ治療方針とかが全然違うので、そこはきちんと見分けた方がよくて、それについてまず解説していきたいと思います。炎症後後半っていうのは血管拡張が残ってしまっている状態、炎症後色素沈着っていうのはメラニンがたくさん沈着しちゃってる状態、前者は赤、後者は褐色なんですね。で結構混ざって赤褐色のことも多いです。どっちの方が影響が強いか見る方法っていうのをお教えしていきたいと思います。例えば手の甲のところに気になる病変があった場合は、こういう透明な、ね、グラスとかをこうギュッて押し付けるんですよ。透明なグラスをギュッて押し付けて消えるようだったら炎症後後半なんですね。血管の拡張は押し潰すとなくなるので、こうやって押し潰してなくなるようだったら炎症後後半です。でなくならないようだったらそれはメラニンの方、炎症後色素沈着っていうことになります。簡単な検査方法なのでぜひご自宅でやってみてください。炎症後色素沈着は起こる原因なんですけど、皮膚に炎症を起こすものは全てと言っていいと思います。さっき出てきたアトピー性皮膚炎とか汗腺とかっていった炎症性皮膚疾患、その他やけどとか怪我とかの外傷、ニキビといった炎症性疾患、こういったもの全てが炎症後色素沈着の原因になるんですね。紫外線を浴びると炎症後色素沈着がひどくなって長引きやすいです。どうしてこういうことが起こるかっていうと、皮膚に炎症が起こるとメラノサイトって言ってメラニンを作ってる細胞にもっと働け、もっと働けっていう刺激が加わるんですね。それによって炎症後色素沈着が起こってるんですね。肌に炎症が起こると紫外線を浴びたのと似たような状態で、メラノサイトに頑張れ頑張れっていう刺激が伝わってしまうんですね。そうなることによって炎症後色素沈着が起こってるっていうふうに考えられてますね。ここからはちょっと専門的な話になるんですけど、炎症後色素沈着の原因となっている病変がどこにあるかっていうことを解説していきたいと思うんですね。これが治療にも結構影響を与えてくるので、ちょっと専門的な話になるんですけど解説していきたいと思います。よろしくお願いします。これ皮膚の模式図なんですけど、皮膚の表面に角層があります。それは死んだ角化細胞ですね。その下に表皮があって、ここに角化細胞がございます。その下に真皮って言ってコラーゲンとかエラスチンでできている一番太い層があるんですね。メラノサイトって言ってメラニンを作ってる細胞っていうのは表皮基底膜、表皮のね一番下のあたりにあります。でこのメラノサイトっていう細胞がメラニンを作るわけなんですね。でこのあたりの細胞っていうのはターンオーバーしていくので、このメラニンが表皮の外側まで送られていって、最終的には角層の中に入って脱落していくっていう仕組みなんですね。皮膚にね何らかの炎症が加わると、このメラノサイトが頑張りすぎてしまってメラニンをたくさん作ってしまうんですね。それが炎症後色素沈着です。この表皮にメラニンがたくさん溜まっている状態がほとんどなんですけど、これを表皮性の炎症後色素沈着で、時々メラニンがこの真皮の方にこぼれ落ちてしまう、そちらの方を真皮性の炎症後色素沈着って呼んだりしてますね。でこれが治療にもいろんな影響を与えてくるので、その2つがあるっていうことはご理解いただきたいなと思いますね。基本的にはこの表皮が問題になるんですけど、時々この真皮の方にもメラニンがこぼれ落ちてしまうっていうわけなんですね。治療法について解説していきたいと思います。一般的には炎症後色素沈着っていうのはこの表皮の問題なので、炎症が収まってでメラノサイトの働きが正常化してターンオーバーが済んでしまえば炎症後色素沈着は解決するはずなんですね。だから刺激を加えなければ炎症後色素沈着って数ヶ月とか半年とかで何もしなくても治るっていうふうに考えてるんですね。ただし例えば顔だったら紫
外線の刺激も受けますし、顔洗ったりとかっていう摩擦も加わるので、ちょっと長引く場合もあるっていうのも事実なんですね。で、治療としてはレーザーを、ね、当てると、またメラノサイトがその刺激によって元気になりすぎちゃうことがあるので、レーザーっていうのは滅多に当てないですね。レーザー滅多に当てずに、つけ薬、レチノールとかトレチノイン、あとはハイドロキノンなんかを組み合わせて治療する場合があります。またビタミン C の内服薬とかトラネキサム酸っていう飲み薬で治療することもありますね。ピーリングとかイオン導入とかもちろんやっていただいて構わないと思います。そういった保存的な治療、レーザーを使わない治療によって治療する場合が多いですね。それに対して、この真皮の方に落ち込んでしまった場合っていうのは、ここはターンオーバーしないので、ほっといてもなかなか消えないっていうことになるんですね。こちらはね、ターンオーバーしないので、もし炎症物質の沈着が1年ぐらい経っても全然良くならないよっていう場合は、この真皮性の炎症物質の沈着かもしれないので、そういった場合はね、すごく慎重にレーザーとかトライするっていう形になりますね。それぞれの見分け方なんですけど、基本的にはね、ほとんどの場合がこの表皮性の炎症物質の沈着なんだと思います。ただそれが1年とか2年経っても全然変わらずに残っていて、かつやや青っぽいニュアンスがあると、真皮性の炎症物質の沈着は疑われてレーザーとか点灯するような形になりますね。まず普通の炎症物質の沈着の治療は、さっき言ったようにつけ薬とか飲み薬で治療するんですけど、半年ぐらいで十分消えるのが普通だと思います。つけ薬や飲み薬、あとはピーリングとかイオン導入とかなので、特に痛みはなくてダウンタイムもない治療がほとんどですね。なので気軽に治療をしやすいといえばしやすいと思います。問題になるのは真皮性の炎症物質の沈着なんですけど、こちらメラニンが真皮の方に落ち込んじゃってるので、ほっておいて消えるとかっていうことはなくて、レーザーを点灯することになります。レーザーを当てて、ここにあるメラニンを破壊してしまうっていうのをやることになるんですけど、なんせ注意しなきゃいけないのは、レーザーを当てることでまた皮膚に炎症が起こって、このメラノサイトが元気になってしまって、炎症後シルクソ沈着がまた起こってしまうっていうリスクがあるんですね。だからレーザーをやるときはかなり慎重にやらなきゃいけないし、やるときもレーザーをやった後っていうのは必ずつけ薬、飲み薬をやった方がいいし、場合によってはイオン導入とかそういったものも併用していくような感じになります。もしレーザーがうまくいくようだと、2ヶ月に1回だいたい2回から3回ぐらいやることが多いですかね。でレーザーをやった場合はゴムで弾かれるような痛みがあるのが普通だと思います。で今言ったどの治療も基本的には自費診療になってしまって保険が効かないのが普通ですね。本日はなかなか治療が分かりにくい炎症後色素沈着について解説させていただきました。もし今日の動画がいいと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。